どう？公式アプリどう？脱出機体配信専用アプリで。公式アプリどう？画質良くなったの？これ拡張レンズがないとこんなになるからね。ダメでしょ、あれさすがにちょっとドアップになるから。じゃあ今日これやります。とりあえずちょっと飯を食おう。腹減ったじゃん、わし朝から何も食っとらんがにここまでよう歩いてきたわ。ようこんなところまで来たわ、わし飯も食わずにはなった。画質悪くなった。ちょっと待って、ピントどこで合わせるんだこれ。あれ長押しでピントアウトがなかったっけ。拡張レンズこれ買ったばっかだから汚れてないと思いますけども。いや、これ長押しでピントアウトがあったけど全然合わないぜ。アウトカメラだけなのかな、ピントは。まあいいや。とりあえず、長押し2秒な、長押ししても名は変わらんわ。もう1個レンズあるんだよ、実は。魚眼バージョンもあるんだよ。魚眼バージョンもあるんだよ。魚眼バージョンにすると、変わんない。どっちがいいの？どっちがいいの？これ魚眼ね。これダイソーの魚眼で、さっき使ってたのがセリアの広角レンズ。魚眼は縁が入る。縁入ってるこれ。入ってるこれ。これでいい。どっちがいいの？さっきのセリアと、こっち。やっぱ公式アプリ近すぎるんだよね、どうしてもね。これでいい。これセリア。いや、わしさ、本当はさ、来る途中にさ、どっかでさ、ドライフルーツ買ってこいと思ったらさ、忘れちゃってさ、結局立山駅でこれ買ったんだよ、この大量のレーズンを。とりあえずこれちょっと食って腹を満たしますけども。いや、ちょっと、いや、少しずつ食うから、少しずつ。いや、ドライフルーツは結構ね、有能ですからね。いや、一応晩ご飯にカップラーメン買ってきたけど、もう食べていいの、カップラーメン。もう、ね、寝ていいつか、高山植物巡りどうする？オフ会もう始まってるよ。オフ会はもう始まってるけど。始まってるけど。
ここでオフ会、ここで4時から本当はこれ登山中に食うべきなんだろうけどね、うん、登山中に食うべきだと思うけど、もう死にかけてたよ私さっきまで。水も飲まず飲まず食わずで朝飯すら食ってないから今日。今んとこバッテリー大丈夫だけど、ただね、あのこっちのアプリの方がね、公式アプリの方が電池食うんだよね。いらないかこれ。みんな高山植物巡り行きたい、周りの。駐車場から1時間半ぐらい歩いたから、1時間半。明日はねだいぶ楽ですよ、だってこのスノーピークのテント背負わなくていいんだもん。参加したけど遠い。じゃ東京からでもこの場所にあの5時間半でアクセスできるよ。東京駅からここまで5時間半でアクセス、この場所。これ晩飯、平塚ライチョいるかもしんない、探しに行く。名古屋からだったらどうなん、名古屋からちょっと多分遠いね。高山線でワイドビューひだで、ワイドビューひだで富山駅まで行って、そこから富山駅から富山地方鉄道で立山駅で降りて、ケーブルカー乗って高原バス乗って、あとは歩いて1時間だから、あの東京駅からだったらあの北陸新幹線で2時間で富山駅着いて、そこからあの30分ぐらいで立山駅着いて、で5分ぐらいケーブルカー乗って、あと50分ぐらい高原バス乗って、徒歩1時間でここ着きます。何時、いや、わしはあの明日の朝までいるよ。明日の朝までいるって、朝の4時ぐらいまでいるわ。甘いもん食いすぎたね。なんか双眼鏡も持ってきたんだけど、わざわざライチョウ見つけたらいいかなと思って。双眼鏡もあるんだね。マナシちゃん来ないね、さすがに今回は来ないですね、うん、こんな過酷な旅は。晩飯終了した。とりあえずこのわし、あの600ミリのペットボトル2本持ってきたんだけど、この中にさ、あの煮沸した水を入れなきゃいけないんだよ後で。まあでも今日はあんま動かないからね、こっからね。要するに、もう晩飯食べます、もう明るいうちに。どうする？602本でいいでしょ。どうせ室堂で補給できるしね。室堂の玉戸の流出湧いてるから、あ、そうか、室堂で組めばいいのか。室堂寄って室堂で組めばいいんだ。明日はこれ全部飲み干して、室堂で 1.2 リットル組んで、そのまんまあの重装すればいいわ。これは植物見に行く、少しせっかくだし。だいぶ肩の荷が降りた、私も。もうスノーピークのテントが重くて仕方ないからね。一応アメちゃんもたくさん持ってきたからさ、最悪遭難してもアメと水分で1週間くらいは、1
けると思うけど。だいぶ身軽になるわこれで。あと しかもね、マットが100均のこれっていう、うん、私がいつも使ってるあのでかいやつはあれに入らないから、あのリュックにチョコレートは持ってきてない、うん、これこのアルミシートで、ね、しかもこれを折って使う。160センチしかないんだよこれ。これ折ったらこの 160×45cm になるんですね。で枕と合わせたら私の身長になるっていう、素晴らしいこのダイソーのアルミシート。ちょっと待って、テントの中に500円落ちてた。やったやった、テント代儲けたじゃん。ちょっと500円入ってたんだけど、わしのでしょ多分。寝袋ねこれ。いやわしのだから。これテント一割500円なんですよ今回。何聞いたって届けんのこれ。わしのテントが出てきてんだけど。ねえ、コメント見えなくなるこれつけると。コメントが読めない。え？あ、全然見えない。これつけてるとコメントが。え？これ100均じゃないけどこれは。まあこれ多分使う機会ないと思う今回は。これつけてるとコメント読めないわ、暗くて。意味ないわ。これはちょっともう意味なかった。でこれ登山用のね、あの肩から生やせるやつ。で阪神ファンですよ私、エースじゃなくてちゃんとした。え、ね、これでこういった肩からこうやって生やすんですね、スマホを、ね。でここにスマホつけて、で両手は開くっていうね、難所はもうこれで乗り切るから。難所は、え、わしのテントだけしわくちゃだしさ、どうなってんのこれ。アイロンかけた方がいいの？アイロンかけたら焦げるか。みんなこんなピンピンなんだろうね。天気いいですね本当にね。本当に今日は天気がいいわ。これは今使わないで。
じゃあ皆さんそろそろちょっと高山植物観察しに行くけ。そろそろ高山植物見に行くか。あ、ちょ、皆さん、ちょ、申し訳ないんだけどさ、電池がさ減りまくってるわこれ、公式アプリだから。これダメだ、公式アプリは。やっぱり NME の方がいいね、電池消費が激しくなくて。公式ひどいわこれ、電池消費めちゃくちゃ激しいわ。ピントどう？もう 5% しかないし、充電中だというのに意味ないよこんなんじゃさ。え、 NME に切り替える？せっかく公式にしたけど。でも NME もさ、そろそろ使わなくなるんだよね。これ公式だけになったら本当にわし外配信だけ外部でやるかもしれんわ。電池が足りなくなるから絶対に。これねえ、じゃあ高山植物見てみますか、テント放置して。ニコラも捨てざるを得ないねこれ。別に料理配信はさ、パソコンから新配信でできるけどさ、これはひどいもんですね。テント張れてるじゃん、ちゃんと。これわしの、これわしのテント、一人だけしばしば、あとピンピンっていうね。みんなもうモンベルばっかりだよ。みんなもう揃いも揃ってモンベルなんだけどねえ。なあ、わしだけスノーピークなんだけど、どうすんの。こんにちは、いらっしゃい。これわしのテントね、これ、これわしのテント。まあ確かにね、立山町にモンベルできたしね最近ね。みんなそれ買ってんじゃないの。立山にモンベルできたんだよ最近さ。あれ、わしのテントだけあったらダラダラじゃんじゃなくて、さあまずは何ですか。まずはこの植物は何ですか。新配信の通信量半端ない。え、本当に？やめようかな。この花は何かな。何かな、これは。なんだこれ。これウサギギク、こっちはウサギギクがわかる、こっちがウサギギクね。これウサギギクだから、これは。こっちは何、こっちは何だろう。岩おとぎりかな。葉っぱ、どん葉っぱはどれだ。葉っぱは、葉っぱは、あ、でも葉っぱこれか、葉っぱこれか。この葉っぱは何だろう。どれだろう、わかんない。何これ。あ、わかった、これだ。高根にがな、高根にがな、これ高根にがなね、これ。
ピント合うかな。これ高根にがな。でこれがウサギ菊ね。分かった。これでみんな覚えたでしょ。葉っぱでちょっと葉っぱで分かったわ。葉っぱの形で高根にがな、標高2500m 以上の岩場などで見られる。糸のように細長い茎の先に直径 2cm の花を数個咲かせる。花びらは8枚から11枚。確かにそうだね。高根にがなね。高根の花の高根に、あの苦いにナッパの名で高根にがな。でこっちはウサギギク、まあ、こっちは有名だけどウサギギクはよく聞くけど、いやこれだってキャンプ場のその目の前に生えてたから、たまたま目の前に生えてたから、次はどんどん探し、写真撮っていくか。高根にがなと、え、高根にがなとウサギギクの写真撮っていくか。ウサギギクはこっちの方が綺麗かな。ウサギギク、ウサギギクこれしか咲いてないのかな。まあもっと植木はたくさんあるだろうけどね。味が名前になってるってことだね。高根にがなは苦かったんでしょうね、きっとね、食べたら。まあこのキャンプ場の道沿いにも生えてるということですけどもね。ツイッターの写真は全部スマホで撮影してますね、もちろん。剣岳第一方面に行ってみましょうか。あ、でも室堂とか宮ヶ原が一番綺麗なんだろうけどね。今いるのが雷鳥沢キャンプ場。人いっぱいいますよ。え、天馬って何？天馬って、とりあえずこっち方向行くのでいいのかな。どこが一番咲いてるかわからんね、わしは。雪のあそこ、雪のあるとこはね、この近くは、あそこちょっと雪あるけど、雪見たい？雪見に行く？今更だけど、雪なんて。いやー、たまらんの、これまた。わし、平成3年の生まれです。何針？いや、わしがね、入った時で98針やったから、まあ、100は超えてるでしょうね。100は超えてるわ。出たじゃ、こいつ。ライジーとかいうさ。え？立山町観光宣伝部長のさ、ライジー。なんか、鼻つけてるし。これ何これ？これ高根新花じゃないの？冬ここまあまあ雪で大変ですよ。あの冬とか 春まで、6月くらいまで、あの雪で覆われてるわ。6月くらいまでは、しかもライジーは設定ではあの2万歳ぐらいだよ。確かあの2万歳だよ。タービダイドスは多分ないと思いますけど、でもこの辺もジオパークでしょ。立山黒部ジオパークみたいな感じで、きっとマジで2万歳だから。公式に書いてあったもん。2万何歳とかって書いてあった。もっと言ったかな。詳しいの知りたい人は調べて。突射待ってんだけど、さっきから突射をさ。いや冬もこうやってると思うけど、でも勝手にテント張ってみたいな感じだと思うよ。冬もテント張っていいと思うけど、管理所は多分やってないね。冬は来られないんじゃないの、ここ。4月の中旬にあの解禁、お出ました、皆さん。ほら、これもうね、有名なあれだよ。地位から始まる、有名な地位から始まるあれですよ。
チングルマね、そうチングルマですね、これはね、綿毛になったチングルマ、チーメロじゃなくてチングルマ、白い花ですね。まあ、タンポポみたいに綿毛になっちゃうというね、秋にはチングルマ咲いてたら綺麗なんだけどね。チングルマの写真あるかな。あ、これこれこれ、本来はこういう花なんだよ。ピントが合わないな。本来は、本来はこういう花なんだけど、チングルマは。でも今綿毛になっちゃった、うん、わしが初めて覚えた高山植物なんだ、チングルマって。名前がチゴグルマって書くんだよね、うん、チゴに車って書いてチゴグルマって書いてチングルマって呼ぶんですね。本のタイトルはあれで 北アルプス自然図鑑、そのまんまだけど、北アルプスのやつしか乗ってないからありがたいですよ。もうほぼ立山と白馬ばっかりっていうね。うわー、沢になってますけど、ここは北アルプス限定だからね。動物も乗ってるからね、ライチョウだとかカミキリムシとか蝶々の名前とか乗ってるからね。ここにさ、小鬼ユリが乗ってんだけどさ、立山って鬼ユリ咲くのかな。いや、あそこ降りられないです。あそこに橋があるから橋渡らなきゃいけないんだよね、うん、あ、大走りあっちか、大走りあっちかな。ホタルイカ乗ってない。ちょっと皆さんが行ってた雪のとこ行ってみましょうか。やっぱチングルマたくさん生えてるわ。群生してる。これ岩イチョウじゃないの？この葉っぱって。これがね、なんかなってるけど、ちょっとなんかヘリコプター飛んでるわ。やっぱこれ岩イチョウの葉っぱだよね。この葉っぱはこれイチョウのような葉っぱだから岩イチョウ。ただもう花は咲いてないけど、花はもう枯れちゃってんの、これが本当は花なんだよとか。まだ咲いてないのか、これつぼみなんのかな、枯れたのか分かんない。で こういうさ、なんかイチョウの葉っぱたくさんあるんですよ、登ってる時に。それ見たら、あ、岩イチョウだ、分かりやすいね。じゃ枠変えたいね、これ NME に変えたいね。ここ新配信はやっぱりあの電池消費が激しすぎてさ、ちょっとやりづらいわ。もう全部チングルマだよ、この辺。チングルマと岩井町ばっかり。川の音聞きたい。いやー、これもうちょっと早い時期に来たら、この辺チングルマが全部咲いてて綺麗なんでしょうけどね。よいしょ。ちょっと時期が遅かったね。チンチンじゃなくてチングルマだって。チゴグルマだって、チングルマってのは。この辺も水たまりが。雪でも触りに行く？雪触りに行きます？バスターミナルから徒歩、まあわしは1時間半かけて来たけどね、放送しながらだったし。この辺で貼るのもいいね。面白い、何あのテント、ツンツクツンって感じ。
ライチョウ沢湿原っていうの。うわ、こっから見るとすごいね。こっから見るとテントが、テントの数がよくわかるの。こうやって見ると、こっから撮ればよかった、さっきも写真を。いや、景観損ない、これが一つの景観になってるわけですよ。全然損なってないよ、これは景観を。そういうことです。場所代払ってなきゃバレるから、あのタグをつけてなきゃね、怒られるんだよね。タグをちゃんと管理所から見える方向に貼ってくださいって言われたから。難民キャンプじゃないよこれ。わしいつもこう通ってさ、あの立山登るときってここ通るんだよね。あの降りるときに大走りから降りると、ライチョウ沢からずっと降りてってこのキャンプ場を通ってくるんだけど、いつもテントばっか貼ってあるから、そのうち私もと思ってましたけども。これなんだろうね、この可愛らしいやつ。林道系だなこれは多分。ね、なんだろう、どれかな。津賀桜？あ、津賀桜これ。なんとか津賀桜じゃない。いや、でもこれ葉っぱから見ると、ジムカデ？こっち？これジムカデ？津賀桜？どっちかな？どっちかだよね。でも葉っぱ見るとこっちっぽいよね。ジムカデっぽいね。地面の地にムカデと書いて。ジムカレ、うん、多分これジムカレでいいと思う。まだ咲いてない、まあ、つぼみみたいな感じ。葉っぱで判断したけど、まだ咲かないのかな。そろそろ咲いていいと思うんだけど、 FPS だけど画質が悪いと思う。新配信じゃなくて公式アプリだから、あの画質を取るか、あの FPS を取るかだよね。じゃあちょっと雪の近く行ってみましょうか。ちょっと暗いなこの辺、日陰になっちゃってる、もうこの丘があるから。今多分もう10度ぐらいで、もう12、3度じゃない。あ、ジムカで結構咲いてんじゃんこの辺、可愛らしい。ジムカデ、ジムカデと岩イチョウ、もう覚えました皆さん、ね、これジムカデで、これ岩イチョウね。この葉っぱは、この葉っぱは分かんないけど何なの。全部岩イチョウだよこの葉っぱは。ドクダミみたいな感じで群生してますけども、でもなんか涼しくなったら電池の減りが遅くなったかもしれない。岩イチョウっていうのは、あの岩石の岩に、イチョウはあのイチョウ並木のイチョウですね。でこれ下がさ、下はもうこれ空洞になってると思うよこれ。だからあんま行かない方がいいよね。他の生主で清水が米読まないって話が出て、その生主も咲いてなって言ってた。わかりました。ほら、すぐ割れちゃう。怖い怖い、うん、怖いからやめて、うん、なんでこれが自然破壊なんですか。以上ね、以上です。冷たいと思うけど、あ、普通の雪ですね。普通の雪だけど200数十個目、2個目生まれてありといます。ふう、じゃあちょっと高山植物の旅に戻りますか。
もうちょっとさ、青色の花を見たいね。さっきあのなんだっけ、さっきなんとか林道あったけど、小山林道だっけ。食べられないですね、ちょっと汚すぎて。小山林道を探しに行くか。ジムカーで結構咲いてるね。ジミちゃんこんにちは、いらっしゃい。3億年前の雪かもしれない。まあ、万年、あ、これいいですね。たくさんジムカレがもうムカデのように張ってますけども。え、だって最初やることないからね、高山植物楽しむしかないよね。うん、え、夜のテントも綺麗。夜はみんなテント明かりつけて綺麗になってるかもね、もしかしたら。それはありますね。あ、これ岩井町だわ。岩井町咲いてる。なんとかギリギリ咲いてる岩井町があったよ。よかったよかった。もう枯れ気味だわ。今すぐにでも枯れそうな。岩井町だからね。岩井町ってのはね、岩にイチョウ。何言ってるか分かんない。この花なんだろう、これ。この黄色の花なんだろう。これ何かな。これ見たことないわ。葉っぱはどれ？葉っぱはこれか。この黄色の花はなんだ。一輪だけ咲いてるけど。黄色の花多すぎてよく分かんないよね。でもこれは花びらが丘へ。龍金花？龍金花？龍金花じゃないよな、多分。なんだろう、これ。ミヤマキンポウゲ。シナノキンバイ。シナノキンバイ？シナノキンバイか。葉っぱ、ちょっと群生してくれないとちょっとわかんないよね。これだけ見たらわからんよね。いや、キンバイじゃなくて、キンバイだよ、キンバイ。金の梅と書いてキンバイですね。キバナコマツの、キバナのコマの爪。いや、ちょっとわからんの、これ、葉っぱが、これしか咲いとらんからな。葉っぱがどれなんだろうな。全然、ちょ、これわかんないわ、ちょっと。あ、これ岩井町じゃない？あ、岩井町、いい感じで咲いてますね、これなんて。結構いい感じで咲いてるじゃん。ヘビイチゴのか、あれ。ヘビイチゴかもしれんな。岩井町、なんとか最後っぺを見られました。夜どれ自分のテントすぐ分かるよ。一人だけモンベルだから。あ、モンベルじゃない、スノーピークだから。一人だけスノーピークやってるからすぐ分かるよ。あって感じで。逆に狙われやすいかもね。うん。一人だけ初心者がいると思ってさ、思われちゃうかも。ライチョウ行ったら見せたいですね。ぜひとも。あの黄色の花何だったんだろうな。ちょっと葉っぱがよく分かんなかったから分かんなかった。あ、岩井町咲いてる咲いてる。咲いてるけどほんとまばらな感じだわ。一人だけしばくちゃだし。しみちゃんこんにちは、いらっしゃい。あ、変なとこ来ちゃった。変な湿地帯入っちゃった。うわ、びしょびしょだ。ラーメンは高いと思いますね。山小屋行ったら一応なんか食えるけど高いと思う。あ、この辺岩井町がまあまあ咲いてるかな。日没早いよ多分。よいしょ。わ、怖い怖い。ドルシーはここ。よし、なんとか生還。これなんて穴かな。この春ジオみたいな。これなんだろう、白い花だよね。これは何だろう。
これハルジオンじゃないと思うけど、乗ってないんじゃないのこれ。あ、これだね。これっぽいね。エゾシカヨモギ。いや、でも葉っぱの形は違うよな。なんだろうなこれ。え、現在地消してないよ。あれ、わかんなかった。この葉っぱなんで。わしにはわからん。多分雑草です。雑草。雑草雑草。外来種かな。じゃあこれは？これ何かわかる？これ。これも白い花だな。これはなんだ？夕飯？夕飯ただのラーメンだけど。わかんないんだけど、全然さっきから。これ何これ？わからんかったわ。どっちの食事って、でもあれ、山小屋泊まる人限定じゃないのか。初見です、無断で私のゴミ3回見てもらってたけど。どういうことっけ。あ、でもこれは分かりそう。これはすぐなんか分かりそうな気がするけど、この花は葉っぱが特徴的だね。これは何だろうな。この葉っぱはね、あ、これだね、ヤマハハコ。ヤマハハコじゃない？これ。これだよね、きっとね。山に母に子で山母子。へえ。葉っぱの形からしてこれでしょ。なんでこんな名前か知らないけど、葉っぱの形がもうこれしか考えない。ツルツルだもん、葉っぱが。なんかもう光沢があってスベスベしてる。そう、その字で山母子。山崎箱じゃなくて山母子ね。覚えた皆さん。よいしょ。ヤマハじゃなくてさ、あそこに咲いてる黄色い花なんだろうな。あそこにも黄色の花が咲いてる。山崎箱って何ですか。この黄色の花は何だろう。これこれこれ、これまだ見てないよね、こんなの。ヤマハハコのウィキペディアリーでございます。クマゴロウソウっていうの、これ。この黄色いのなんだろうな。葉っぱがね、また葉っぱがちょっと特徴的だけど、高根ニガナとはまた違うよね。これかな、長寿菊か。ミヤマタンポポでもないか。タンポポではないよな、これどう見ても。どれだろうな。わかんない、これ乗ってないかもしんない。カンチコウゾリナ、これか。違うよな。火炎だけじゃないと思うけど。山ガラシ。いや、葉っぱで判断したいんだけどな、なかなか出てこないな。
花田っていうんですかこれ。あ、これかな、違うかな、深山秋のキリンソウ。あ、違うような気がするな、なんかな、わからないよ、ちょっと若花田じゃないよこれ。キムジョン、キム、キム、キムジョンイルソウ。あ、なんかかなり青空が広がってきたんだけど、ねえ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 、5時にしてさ、この青空って奇跡ですよ皆さん、考えられないよこんなの。ねえ、午後5時にしてあなた高山植物見てる場合じゃなかったかな。合成じゃないですよこれ。うん、日本ですね、しかも東京から5時間圏内の場所だから、うん、絵画みたい。向こうにピント 合わないかな、なんとか。テント邪魔じゃないでしょこれ。テントが、テント邪魔だったらね、別に好きなとこから見られるんですけども。お、これなんだ、新しい花がある。ちょっとこれ花が少ないけど、これ青色系かな、なんだろうこれ。トリカブトではないでしょ、トリカブトはもっとでかいと思うけど、葉っぱがこれまた特徴的だね。ね、なんだろう、チングルマじゃないよ。どれだ、あ、これかな、手形、あ、違うな、でも葉っぱ違うな、手形チドリかと思ったけど、似てるけど違うのかな。葉っぱの形が全然違うな。あ、これだ、四つ葉塩釜、これだわ、これ四つ葉塩釜。葉っぱの形がまさにそうだわ、この葉っぱの形だわ、これ四つ葉塩釜ね、この花は。何、みんなさ、もう花に興味なくなっちゃったの、せっかくねえ。四つ葉塩釜、そこな、これが邪魔だ、ね、後で全部ツイッターに載せるから。漢字で書くと、あ、本当に漢字で書くと、あの四つ葉のクローバーに塩釜だわ。いい、四つ葉塩釜、由来が気になりますけども、うん、ちゃんとこれ覚えとかないとね、後で忘れそうだね。由来はちょっと調べて、みんな、四つ葉塩釜の由来は。よし、いや、一応皆さんこれ景色が好きだということで、ちょっと写真一枚撮りますけども、あ、この景色いい。これ双眼鏡で覗いてみようか。双眼鏡で覗いたら、これあの、まあ、立山連峰ですね、あの辺 全部一体立山連峰ですけど、向こうからずっと。でこれがまあ小山、富士の折り立て、大南寺かな。で政子の別山、あれ別山でしょ、うん、いつも遠くから見てるやつ、そう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 。ちょっとこれをですね、双眼鏡で見るとどうなるのか。あれがあの小山のあの山小屋っつうか、あの何、売店だわ。であのちょっと突き出てんのがあの小山の神社があるとこだね。あそこも行きますよ、ずーっと、これずーっと行くからね。あれが多分、これが浄土山かな、これ浄土山じゃない、こっちも行くし、だからこれずーっと降りて、で登って小山行って、でちょっと降りて、ちょっと登って大南寺、これ大南寺、これ3015メートルかな。
でちょっとまた降りて、これが富士の降り立てかな。でまたの降りて登ってマッサゴで降りてまた登って、これが別山かな、これがだ別山立山浄土がその立山三山と言われるね山ですから、明日の朝っぱらから出発しますけども、明日の朝からマサグルじゃなくてマサゴ岳っていうね、まああの大遭難があったことで有名なんですけどもね、マサゴ岳の大遭難っていうのが昔あったんですけども、昔っては結構最近かあれマサゴね、そうそうそう、その字です、マサゴというのが。雪もありますよもちろん。四つ葉生姜もたくさん咲いてるじゃん。あ、ここら辺で撮ったらよかった。四つ葉生姜も咲いてるわ結構。この辺まで来ると。あ、これいいじゃないですか。群生しちゃってこれ可愛らしい。ほら。これ塩釜だから。よろしいですね、これはまた。なるほど。じゃあしょっぱいからですか。しょっぱいから塩釜なのかな。四つ葉塩釜って。なんだっけこれ、さっき言ってたやつ、なんだっけこの花。名前もなんかすぐもう名前忘れちゃったけど。なんだっけこれ白いやつ。山舐めるな、失礼しました。この白いの何だったっけ。さっき調べたばっかりなのにもう忘れちゃったけど。何だったかな。あ、そう、ヤマハハコだ。それそれ、ヤマハハコ。漢字で覚えた方がいいかもね。漢字で覚えた方がなんか覚えられるかもしれない、私自身が。ヤマハハコね、この白い。これこれこれ、このエーデルワイスみたいなこれ。これヤマハハコ。このテカテカの葉っぱが特徴だわ。これは？これは何？これは。これなんだろう。葉っぱはどれ？葉っぱは。葉っぱこれ？わかる？こんなの。一輪だけ咲いてるけど、この黄色のやつ。なんだろうこれ。葉っぱがえらい特徴的だな。いや、わからないな、ちょっとこれ。乗ってないかもしれない。なんだろうこれ。ちょっとみんな山見てて、ちょっとわし調べてるから。ウラジロキンバイ？いや、でも葉っぱが違うよな。ウラジロキンバイじゃないな。葉っぱが結構ツクツクしてんだよな。ミヤマキンポウゲか。なんだろう。鳥の運慶で運ばれてきたのかな。それもありえますけども。ちょっとわからんねこれ。やっぱ花の見た目はね、花だけど見るとさっき言ったなんだっけ、あれなんだよ、ミヤマキンポウゲなんだけど、これミヤマキンポウゲかな。じゃ直径2センチ、2センチもあるかこれ。
葉っぱの形がなんかちょっと変わってる。ヤマキンポウゲかな。シナノキンバイは4センチって書いてあるからね。ミヤナキンポウゲは直径2センチなんだよね、うん、後で写真で撮って検証しよう。シナノキンバイ、シナノキンバイは直径4センチあるらしいよ、うん、ちょっと違うよね。え、マクロ撮影、マクロのレンズ買ってないわ、わし今回。岩井町が咲いてる。いや、このキャンプ場歩くだけでこんなに高山植物咲いてんだぜ。すごくない？高根ニガナ、高根ニガナあるでしょこれ。これ高根ニガナだったよね、さっきの。あ、継ぎ枠取れる、やっとて。継ぎ枠はもう普通の配信にするわ。NME で配信するわ、うん、いや、高山植物はね、やっぱり気になるところですよね。なんだっけこれ、さっきの、また名前忘れちゃった。四つ橋大釜ね、四つ橋大釜、これ四つ橋大釜。いや、私撮ってないでしょ別に。写真撮ってるだけであって窃盗してるわけじゃないですよ。だいぶちょっとキャンプ場の中だけでかなりの収穫はありましたよ。もうちょっと今度こっち行ってみようかな。知床に行きたい。あ、ちょっともう日が暮れそう。日が暮れる、日が暮れる。いい場所ですか。アクセス非常によろしいんでね、アクセスは非常に良いのでぜひとも来てほしいですけど、皆さんにも。これも高根にがな、全部。いや、これ違うよね、これはまた違った植物かな。これも高根にがなかな、見た目は。岩おとぎり、岩おとではないよね。普通の高根にがなっぽいね。高根にがな、これ断然不審者なの、わし。高根にがなで合ってるでしょこれ。高根にがなばっか咲いてる、ここは。高山植物盗撮してもいいでしょ別に。高山植物盗撮しても捕まんないでしょ。出た、わしのテント。一人だけなんか違うところの使ってる人いる。何これ、一人だけ。何このテント、誰のテントこれ。ちょっと待って、誰のテントですかこれ。あ、誰のかな、ちょっと誰のテントかなあれ。よく分かんなかったね。高根にがなばっかりだね、人が多い。なんかさ、結構いい香りが